ケビン・パルマーは、アメリカ合衆国、メリーランド州出身の男子、プロバスケットボール選手である。ポジションは、ガード、フォワード、B リーグ B1 の秋田ノーザンハッピネッツに所属していた。セシル・コミュニティ・カレッジからテキサス A&M 大学、コーパス・クリスティを経て、NBA のサマーリーグにはシントン・ウィザーズの一員として参加するが、パルマーはウィザーズから解雇され、 サン・アントニオ・スパーズに移籍。プロ最初のシーズンとなった2010から11シーズンは、スパーズと提携するバドルのオースティントロスでプレーした。2011から12シーズン、BJ リーグのライジング福岡に入団。オールスターゲームにも出場し、ベスト5にも選出された。シーズン終了後、パルマーとの交渉権は、千葉ジェッツに金銭トレードされたが、契約には至らなかった。 2012から13シーズンは、ギリシャ A1 バスケットボールリーグの KAOD と契約した。2013年7月15日、パルマーは、イスラエルバスケットボールプレミアリーグのハポエル、エーラートと契約した。2015年6月6日、パルマーは、ハポエルエーラートと、再び契約し、その後同じく、イスラエルリーグのマッカビリションレジオンに移籍した。 2016年8月、B リーグ B1 の秋田ノーザンハッピネッツと契約することがチームから発表された。ありがとうございます。